researchers. I want you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out. Hello everyone, my name is Taka. Welcome back to my channel. 今日は自分自身の英語学習に焦点を当てて Vlog を撮っていきたいと思います。受験対策とか試験対策、あとは資格対策とかの動画じゃなくて、ただ単に包括的な、本当に英語力ってとこにフォーカスをして動画を撮っていきたいと思います。自分は結構英語が好きで得意意識もあったんだけど、やっぱ ICU とかの帰国子女の人とか、ネイティブの人とか、留学とかでも、もちろんネイティブばっかだから、まだまだだなっていうのは思うし、英語学習をしていく中で、これから多分ずっとそういうことを思っていると思うんですけど、一ね、英語学習者としてこういった目線でゆるくね、Vlog 撮っていきたいと思います。自分が一番大事だなと思ってるのが、とにかく量を続けることだと思ってます。もうめちゃくちゃ当たり前だけどね。最近やってることとしては3つですね。毎日ポッドキャストを聞くことで、独り言を言うこと、で毎日日記を、毎日じゃないね、これはon and offだけど日記をつけることですね。バイリンガルニュースとか、自分が結構聞いてるのは This American Life やつなんだけど、通学中とか散歩中とか、さっきね Google Home 買ったけど、今日初めてそれでバイリンガルニュース流して聞いてたんですけど、ラーライしてる時と隙間時間にそのリスニング、耳を鳴らせるっていう意味で大事かなと思うので、ポッドキャストを聞いてます。あとは独り言ですね。1日何分独り言をするとかじゃなくて、もう基本的に英語で考えて、英語で独り言を言うのをベースにして、ルー大柴っているじゃないですか。ルー大柴さんが日本語と英語で混ぜてしゃべるみたいな、それをやってます。 And I think 3分の2は終わってるから、 I need to work in this, like that last part of the assignment. パッと出てこない表現とか、言いたいことが英語で思い浮かばないときは、それは日本語で言っちゃって、後からそれなんて言うんだろうみたいな形で補うようにしてます。で、日記はさっきも言ったけど on and off なんだけど、自分の感情とか、ここでちょっと単語帳とか使うかも。レスポンスとかが求められてないので、自分のペースで何か書きたいことを書けるので、こんな感じで普段書いてますね。これはなんだろうな、週に2回とか3回とか、そんな毎日やってることじゃないんだけど、こんな感じで英語力をキープっていうかインプルーブしてますね。ちょっと記入してもらう。あなたです。あなた。さんの顔どうしますか？どうしようかな。これは前のHello to the camera. だから何した？今日1時半に起きて、相変わらず左にいる子がアメリカ出身なんですけども、英語のネイティブということで、普段から発音直してもらったり、スラングを教えてもらったりしてます。自分にとってはこういう日常がかなり大事な練習の場となっているので、こういった機会を大切にしてます。何物語だよ。告白する前。いや。No, it's just like it's too trap. その言葉自体が、It means I love you. てか今日月が綺麗だね。水高 I love you。 最近このカメラは本当に調子が悪くて、修理に出さなきゃちょっと萎えるけど、おとなしくしてな。オーバードース、君と二人。でんでん、見んといてー。Cause I don't please fall, I don't please fall. Yeah, yeah, yeah. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this